アマテラスは大阪大学産業科学研究所生態分子機能科学研究分野の永井健治教授、大阪大学先導的学際研究機構超次元ライフイメージング研究部門の市村太郎特任准教授らの研究グループによって開発された最先端の生物顕微鏡です。2021年8月、永井教授らは1センチメートルを超える大視野の中で個々の細胞動態を観察できる光イメージング法の開発に成功しました。 0.01% の希少細胞を検出し、従来比で1000倍に相当する100万個の細胞をワンショットで同時観察することが可能になりました。細胞集団全体のセンチメートルスケールでの動態と、それを構成する個々の細胞のマイクロメートルスケールの動態を空間階層をまたいで観察することもできます。これはミクロもマクロも同時に観察可能という点で、他のイメージング装置と大きく異なるものです。またロボットアームが備わっており、細胞培養やイメージングなどが自動化され、遠隔操作も可能となりました。アマテラスには 2.5 億画素シーモスセンサーと拡大倍率2倍のテレセントリックマクロレンズが採用されています。永井教授らは生物顕微鏡で使われているカメラとレンズから離れ、マシンビジョン用に使われているカメラとレンズに着目、唯一無二な巨大レンズを作ったのです。たった1秒の時間で100万を超える細胞を同時に観察することができるアマテラス、これは一般的な顕微鏡で一度に観察できる数よりもはるかに多く、高速1細胞解析に用いられるフローサイトメトリー法を超える速い解析を実現しました。加えてフローサイトメトリー法では不可能なタイムラプス観察や組織内に存在する細胞の解析までも行うことができます。この 2.5 億画素カメラで撮影した画像のデータサイズは、たった1枚の画像でもおよそ250メガバイトにもなり、タイムラプスや3次元観察を行った場合には、そのデータサイズはギガバイト、テラバイトにも及び、リッチな情報を得ることができます。このようなビッグ画像データは個々の研究者が管理するのではなく、高速ネットワーク回線を使用して理化学研究所の SSBD データベースへ送られ、保存・管理されます。理研 SSBD は生物学・医学研究で用いられる画像データ形式の標準化と、データを共有する環境を整え、生命科学のより良い発展につながるオープンサイエンスの実現を目指しています。大阪大学では2018年より理研と一層強力な連携体制を構築するため、大阪大学理化学研究所科学技術融合研究センターを設置しており、永井教授らはアマテラスを基幹装置として大規模バイオイメージングの国際共同利用、共同研究拠点の形成を目指し、バイオイメージング研究のデジタルトランスフォーメーションを実現させていきたいと考えています。あまねく照らし出すという意味が込められているアマテラス、現時点においてアマテラスのようにシステム全体から細胞内の分子レベルまで幅広い空間階層をまたいで統合的に解析できる技術は世界を見渡しても存在していません。最近、細胞集団の中に存在するほんの少ししか存在しない細胞が生命システムに大きな影響を及ぼすことが知られるようになってきました。例えば血中循環腫瘍細胞、我々は CTC と呼んでますけれども、これは血液1ミリリットルあたりに含まれている数十億個の血球に対してたった数個程度しか存在してません。でもそのたった数個の CTC 細胞が癌転移を引き起こし、個体を死に至らしめます。このようなほんの少ししかない細胞をターゲットとして研究するためには、
非常に多くの細胞を同時に観察して個々の細胞が多細胞システムの中でどのように振る舞うかを観察することが必要になってくるんですね。でも従来の生物顕微鏡だとレンズのサイズとか観察用カメラの画素数とかそういうものに制約があってなかなか我々のやりたい解析っていうのはできませんでした。そこでこれまでの常識にとらわれない新しいイメージングシステムというものを開発しないといけないなと、という考えからトランススケールスコープっていう考えに至ったんですね。でこれは人の iPS 細胞から作成した心筋細胞シートです。現在大阪大学ではこのような iPS 細胞由来の組織を利用した移植医療の実現を目指して研究が進んでいます。このような先進医療を実現していくためには移植組織を高品質に作成するだけではなくその品質を迅速に評価する方法や装置が不可欠になってきます。アマテラスは移植組織を丸ごとワンショットで撮影して1細胞レベルで細胞の状態を検査できるので未来の移植医療に大きく貢献しうると期待されます。我々が開発したイメージング装置は医学、薬学、生物学に新たな研究領域をもたらす可能性があると我々は信じています。まずは当グループにやってきて、そしてアマテラスを使っていただいてこのアマテラスの有効性、凄さというものを実感していただければと思います。